知らない人に話しかけてはいけない。何十年も前からずっと友人や家族、学校やメディアから聞かされた言葉です。これは規範で、社会的な規範です。しかし、特殊な社会的規範です。なぜなら、この規範は誰と関係を築いてよくて、誰とは関係しない方が良いか定めるものだからです。知らない人に話しかけるな、という意味は、知らない人とは距離を取りなさい。そして、知っている人のそばにいなさい。 自分と同じような人と一緒にいなさいということです。これは魅力的でしょうかでも、最良の状態の時、こんなふうには振る舞いません。最良の状態だったら自分とは違う人たちとも出会うことでしょう。なぜなら自分と異なる人たちと出会うと、そこから学べるからです。私がここで異なったと言っているのは、要するに、未知ということです。デジタル化されて集約される今日の社会では、知らない人ということは大抵問題ではありません。 私たちが心配しなければならないのはどれくらい未知のことと向き合っているかなぜ未知なのかなぜなら社会的関係はますますデータが仲介するようになりまたデータによって社会的な関係もデジタルなものになりますつまり私たちのデジタル上の関係は今やもっぱらテクノロジーに依存することで発見、驚き、予測不能といったものをもたらしますどうして知らない人が問題ではないか なぜなら知らない人は世界の強固な境界線の一部だからですつまり知っている人と知らない人とに世界を分ける見方に属しますでも私のデジタルな関係性において私は知らない人たちとすでに何かをしています問題は私があなたを知っているかどうかではなく問われるべきは私があなたと何ができるかあなたと何を学べるか双方にとって有益な何かを一緒にできるかということです 私はこのことについて熟考しました。どのように社会情勢が変わり、どのように新しい技術が新しい制約と好機を人々にもたらすかについてです。今日私たちが直面している最も重要な変化はデータそのものとそれがもたらすデジタルな関係を伴うものです。やがて将来に可能になるだろう関係のことです。未来の経済はこれにかかっていますし、私たちの社会生活もこれにかかっています。私たちが恐れるべきは知らない人ではありません。 恐れるるるべききは未知なものを適正に受け止めるこことととがででかかどうかといういす20世紀の心理学者や社会学者たちは知らない人について考えました。しかしこれほどダイナミックな関係は考えておらず知らない人たちがもたらす実際の影響について考えていました。 スタンレール・ミルグラムは60年から70年代にかけてスモールワールド実験を行い、後に6次の隔たりとして有名になりましたが、無作為に選ばれた2人の人間は5人から7人の知り合いを介してつながることを主張しました。ポイントは知らない人たちがいてこそ、ある知らない人にたどり着けることです。その人にたどり着くための経路があるのです。 マーク・グラノベッターというスタンフォード大学の社会学者は1973年に有名な論文、弱い渋滞の強みにおいて、ネットワークの中で情報を広めるときに、つながりの弱い人たちが私たちにより近いつながりの強い人たちよりも有用であることを明らかにしました。彼は強い渋滞についてこんな批判をしています。私たちの生活において、私たちととても強いつながりのある人は、均質化の作用をもたらすというのです。 彼らは同一性を生み出します。過去数年、私はインテルの同僚たちとどのようなデジタルプラットフォームが私たちの日々の生活を再生計し、どのような新しい習慣が生まれるのか調査してきました。特に注目したのは私たちの所有物、つまり家庭内で家族や友人専用だったものを知らない人に使わせることのできるデジタルプラットフォームでした。それは私たちの服や車、 自転車、本、音楽といったものであり、私たちは今、それらを会ったこともない人に使わせることができます。そして私たちはとても重要な結論に達しました。人々の生活において、人と物の関係が変化するように、人と人の関係も同様に変化します。推奨システムにばっかり頼っていると、大事な機会を逃し続けているかもしれません。システムは必要なものを予測するのに、性格や行ったことについて、過去の分析に基づいて予測するからです。 セキュリティ技術を育児にも張り巡らし、脅威や攻撃からデータを守ることばかり考え続けていると、極めて限られた関係の中に閉ざされることになります。友人、家族、連絡先、同僚といったカテゴリーから、実際の関係についてはわかりません。関係について考えるためのより効果的な方法は、近い関係か遠い関係かということかもしれません。 ただし、ある時ある人との関係を考えると、今何をしなければならないかということによって、私が今その人と近いか遠いかということが決まるのです。人とは近いか遠いかではないのです。人とは常にその2つの組み合わせです。そしてその組み合わせは常に変化しています。もしテクノロジーが間に入ってこの関係性のバランスを変えたら、もしテクノロジーによって今すぐ私が必要な人を見つけてくれるとしたら、 未知であることが距離感を定めるための一つのメモリであり私が今必要とする人を見つけることや親密感や新しい発見、インスピレーションを得るための源になります未知とは知らない人と会うことではなく慣れ親しんだ領域から踏み出すための視点を与えるものです馴染んだ領域を見直すのも未知について考える方法の一つです今日、これは個人だけではなく多くの新しい挑戦に取り組む組織も直面している問題です 政党が自らにとって不利でも誰が所得していて誰が所得しないかを明確にせざるを得ない状況や政府が結婚のような社会的制度を保護する立場からその制度の対象となる人を限定しようとする状況やたとえあなたが自分の部屋にいる両親との関係に悩んでいる10代の女の子だったとしてもです未知というのは新しい関係性を切り開く考え方ではないでしょうか私たちは規範を変えなければなりません 新しいテクノロジーが新しいビジネスの基盤となるように規範を変えなければなりません知らない人がいない世界なんて面白くないですよねでは人との関係性についてどんな違った見方ができるでしょうさまざまなグループでの関係についてどんな違った見方ができるでしょうそれ自体が実質的に社会の一員として振る舞うテクノロジーとの関係についてどんな違った見方ができるでしょうかデジタルな関係の広がりは途方もありません この広大なデジタルの関係を考え、安全に未知の追求をすることが、イノベーションの新しい基盤をもたらすかもしれません。ありがとうございました。